5連勝ですか。いや夢のようですね。あのー、京田選手今日はよかった帰ってきてくれた。京田が俺たちの京田が帰ってきてくれた。いやーよかったあのね前半戦ね先発だなんだって言われてねまあ、僕もねまあ、京田選手ちょっとあのー、お休みした方がいいんじゃないかなって思った時も何んともあるんですけどそれでも僕京田選手好きでした。 足早いしねガッツあるしね、うん、あそして、堂上選手もねいや最すごいですね強田選手が止まらないとやっぱりドラゴンズ強いですね、えー、大島選手ビシエド選手はね、えー、やっぱり頼りになりますしそしてまあ福留はね、あのー、ボンと入るとなんか打率こそ低いですけどここぞでなんか打ってくれそうな感じしますよねここぞで打ってる感じしますよね。 あの周平選手はね、なんかあの気楽なとこで打ってもらうといいかなと思うんですけど、木下拓哉もいるしね、いやピッチャー陣もね、よく抑えた、うん、いや夢見たい、もうちょっと夢見たい、見ていいっすか、ね、みんな見たいっすよね、あのー、いいんじゃないっすか、好きにして、いやドラゴンズ、もう前半いっぱい負けたんだからさ、後半いっぱい勝とうぜ、いけいけドラゴンズ。